昔のゲーセンの格ゲーの、家庭用移植って対戦中の処理落ちがひどすぎるとか、なぜか家庭用か、家庭用のみのバグがあったりした記憶があるんですが、今の格ゲーの家庭用がそういったバグが見られなくなったのは家庭用移植前提にゲームの開発が行われているからなんでしょうか。それはね、微妙に違っていて、単純に、今と昔の開発環境というか、その、なんだ、ハードが違うんですよね。具体的に言うと、ゲームを作るときって、まあ、そうなんだ、まあ、メルブラとかね、その過去のメルティブラッド、アクトカデンツァとかの話をしますけど、まあ、パソコンでまず作るのよ。うちはね。パソコンで作って、パソコンで作ったものを、パソコンで作るのは一番簡単なのね。何よりも。これは誰もが経験したことがあるんで、パソコンではゲームは作れるんだけど、じゃあ PS2 で作りましょうとか、PlayStation、セガサターンで作りましょうってなると、パソコンで作るのとはまたちょっとね、違う、まあ、プログラムのね、まあ、ちょっとことをしなきゃいけなくなるのね。で、それはさ、そのゲーム開発者じゃないと手に入らないじゃん、その開発機って。開発機というか、その開発するためのものってはないじゃん。だから大多数の人はパソコンでしかゲームが作れないのね。知識がないから、当然。で、じゃあ、どうやってプログラマーになるのっていうと、パソコンでプログラムを覚えてさ、プログラマーになるじゃん。で、パソコンでプログラマー作ってきてるじゃん。だからまずパソコンでゲームを作って、それを移植するっていうことが多かったのね。で、昔のゲームのハードって、その、なんだ、まあ、ぶっちゃけパソコンとちょっと違うもので、パソコンで作ったゲームを、まあ、なんつうのかな、もう、まあ、頑張って移植する必要があったんですよ。なんだけど、最近のゲーム機って、結構ね、もうパソコンなんですよ。ちなみにこの説明、わかりやすいようにくっそはしょってるんですけど、まあ、その辺はちょっとあんまり突っ込まないであげてください。とりあえず、今のゲーム機ってパソコンなんですよ。パソコンです。パソコンなんで、パソコンで作ったゲームはパソコンなら動くんですわ。っていう部分で、なんだ。ゲームを作った後に家庭を移植するとか、そういう時に、特に移植をする、移植はするんだけど、する時のその難易度っていうのがだいぶ、楽になっているということですね。そうですね。まあちょっとその、まあ、ハードによってはまだ完全にパソコンではない人もいるんですが、昔のその、メモリとバス幅の話はね、まだそんな話はね、していないんですね。せめて CPU の話をしてほしい。まあ、とりあえずその、まあ、大体パソコンなんですわ。とりあえず難しい話をはしょって。で、よく多分聞いたことあると思うんだけど、プレイステーションの、4かな？プレイステーション3の時のゲーム開発は結構めんどっちかったけど、4は結構簡単になったな、みたいな。簡単って言うとちょっと語弊があるんだけど、少しハードルが下がったな、みたいな話って多分聞いたことがある人もいるかもしれない。まあ2から3も、いやーまあ3は、まあでも2よりはマシか？いやーでもどうだろうな。別にちょっと、作るのがちょっと難しいゲームハードとそうでもないっていうのがあって、まあ、具体的に言うと要するにパソコンに近いかどうかっていう話ですね。その安い値段、ゲーム機って安いじゃん。そのパソコンに比べるとすごいスペック高いのに結構安いじゃないですか。で、その代わりなんかちょっとなんつうかな、まあ、ちょっと変態的な作りになってることがあって、これちょっと作るの結構難しいなみたいなことはね、なくはないらしいんですよね。俺はそこまで詳しい部分はわかんないんで、適当に話してますけど。まあそういう事情があったりするんで、最近のゲーム機は、まあどっちかっていうとパソコンに近くて、なんで、ゲーム作った後に家庭用移植とか、まあ家庭用ゲームセンターに行く、移植するとかの時に、そんなに大きな変なことにはならないんですね。なんで、変なバグとかはそんなに出にくい。けど、まあその1個目に書いてある、その処理落ちがひどいとかの話になると、これはもう単純にスペックの問題で、
まあ、スペックってあの性能ですね。ゲーム機の性能の話で、今はもうそういうことはないんだけど、昔ってゲームセンターにある機械が世の中のゲーム機の中で一番スペックが高かった、性能が高かった。それこそファミコン、スーファミみたいなね、その大昔から、まあセガサターン、プレイステーション、プレイステーション2ぐらいまでは、全然ゲームセンターの方がスペックが高かったので、ゲームセンターのゲームを家庭用に移植しようってなった時は、そのまんまだとね、動かないことが多々あった。動くにしても処理落ちがすごいある、みたいな。ちょっとだから、すごい最適化というかね、軽量化をしなきゃいけないっていうのがあって、すごく大変だったんですけど、今はゲームセンターのゲーム機と家庭用のゲーム機のスペックの差がそんなにないから、別にそこの処理落ちのやつを気にしなくてよくなったプラス、そもそも全体的なスペックが今ゲーム機って高いじゃん。その、ゲームの開発者の、成長速度に対してゲーム機の、スペックの上がり方の方が高い場合がちょっとね、見受けられるので、なんかね、オーバースペックなんですよね。ちょっとスペック高すぎるというか、家庭用もアーケードも。なんで、まあ、あんまりこう、なんだな、処理落ちとかが起こるようなギリギリのラインを攻めることがなくなってるっつうのはあるわな。で、家庭用のみのバグがあるっていうのは、まあそういう風に移植を、なんかもう根っこからしなきゃいけないって時に、もう、なんだろうな、根コピーとかではないんだけど、この処理を、まあ Windows で動いてるこの処理を、なんだろうな、例えばスイッチで動かすために、まあ、似たようなこの命令を使って再現するみたいなのを繰り返していて移植はするんですけど、すると思うんですけど、そういう時にちょっとしたね、計算の解釈違いとかが発生すると、一見ちゃんと動いてるんだけど微妙に結果が変わってきちゃうみたいなのがたまーにあったりして、そういうので、バグがあったりする。まあ、あとはまあ小数点、ちょっとそういう話はちょっとあれですけど、まあ、細かい計算の違いとかがあったりして、たまにね、ずれてると。そうですね。北斗の拳は PS2 の不動小数点の丸めが非標準1フレずれてたと。まあ、ちょっと何言ってるか分かんないかもしれないですけど、まあ、ちょっと、いろいろあったんですね、昔はね。なんで、ちょっと変わってきちゃうっていうのはあったし、多分ね、メルブラの PS2 版とかも、細かく、処理が違うのは多々あったと思いますね。PS2 限定コンボとか。言ってしまうと、うちらが開発に使ってたのは PC なんだけど、PC 版と同じ性能の、アーケード版はなかったから、多分ね、微妙に性能違かったと思うんだよね。という、まあそういう時代だったんで、あったと思います。まあ要するに、まあいろいろね、変わってきて、今は家庭用ゲーム機も、ゲームセンターのゲーム機も大体同じだし、全部みんなパソコンになってきたんで、同じハードで作ってるのに近い状態になってきてるという話ですね。はい。ご質問いただきありがとうございました。